じゃあこんにちは、パスタマニアです。今日はたっぷりキノコの旨味を凝縮したちょっと変わり種のパスタを作ってみました。低温でじっくり乾煎するだけでキノコが本来持っている旨味がたくさん出てきて驚きました。自家製パンチェッタとともに美味しくできましたので、ぜひ最後までご視聴よろしくお願いします。今日用意したのはしめじ、あとブラウンマッシュルームです。しめじは手でさばいて、ブラウンマッシュルームは包丁でカット。それからお肉として自家製のパンチェッタ、これを薄切りしてカットしていきます。まずキノコを全部、フライパンいっぱいになりましたけど、これを軽くね、弱火で温めていきます。ごく弱火ですね。だいたい温度にして40度から60度ぐらいが最適みたいですね。油は引きません。だんだんこうやって音が出てくるんですよ。キノコってほとんど水分なんで、もっとここは早回しで、今ちょうど15分ぐらい経過、こんな感じになります。こんな感じですね。結構水分が減っていて、味はすごい凝縮してます。かなり濃厚でしたね。いつもの自家製パンチェッタです。少しオリーブオイル垂らして、油をうまく引き出すってのか。いい色。うわ、塩ばらまいちまった。今日は細めのパスタでいきます。ゆで汁を加えてソースにしていきます。いい感じですね。ちょっと固めにアルデンテで揚げてから、フライパンの中でこうやって混ぜ合わせていきます。
水分足んなければこの時点で少しずつ足してください。実にシンプルな作り方でした。最後パルメザーノチーズをすりおろしています。でも時間かかったな。胡椒も加えて完成ですね。さあ食べていきましょう。さあ、いただきまーす。さーて、いかがでしょうかね。今日作った、キノコ。キノコと、自家製パンチェッタのパスタっていうね。ちょっとこれ、オイルベースでは初めてかな、こういうのかな。通常、生クリームとかと一緒に組ませるんだよね。いただきます。いやー、キノコってね、やっぱりこう、水分が抜けていくときに、美味しさが出るんだって今日初めてやっぱりっていうかまあ、分かりましたね。よく乾燥ポルチーニキノコを使うんですけど、その乾燥ポルチーニっていうのは普通の生のポルチーニよりも味が濃いんですよ。だから出汁によく使われるわけですね。それと同じような行為を今日やったわけですね。フライパンで、まあ、トータル20分ぐらいかかったかな。最初10分でやろうと思ったんだけど、ちょっとやっぱ足んなくって追加して最後はもう20分でしたね。これから秋になればきっとキノコがいっぱい出回ると思うんで、まあ、その際には今度クリームパスタかなんか作ろうかな。はい、ごちそうさまでした。大変おいしゅうございました。これからもどうぞよろしくお願いします。またの動画でお会いできればいいと思います。それではまた、チャオチャオ。Ciao. Tutto bene? Ciao.